寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、一週間始まり2日目ということですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ダダンっていうことなんですけど、今日のこちらの方面は、こう、今日も結構降ってますね。梅雨みたいね、なんかね。よー、不良者っていう感じでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、なんか変な天候だよね、今年はね。年始めからね、ちょっともういろいろ災害とかありましたんですけど、ね。昨日のトッキーさんがスレッズですかね。結構スレッズを利用してる人多いですね。もうグリさんとか生き生きしてますもんね。なんかほんとそんな感じがする。まあ最近はいろいろな問題がございまして、それに関連まつわるね、投稿だとか、そういうの多いですけど、スレッズっていうのはあれなんですかね。X と同じような感覚なのかな。つぶやいていくような感じなのかな。私、見る線なので、ちょっとこう、ずっと見させてもらってるような感じなんですけど、結構ちょこちょこっとインスタのポストの方であんまり見かけんなっていう人が結構いろいろ言われてあったりとかね、なんかしてるみたい。花房さんとかも結構ね、つぶやいてる感じですよね。で、トッキーさんのその、スレッズを見させてもらった、ボランティア活動もされてあるっていうことなんですね。結構リアルな感じですよね。現状の話なんですけど、結構いろいろ人手不足だとか、なんか打ち切られたとか、なんかね、その作業とかは打ち切られた、まあ、現場まだ全然らしいですね。それで結構、どうなんって感じで、憤りを感じるみたいな感じは言われておりましたですけど、それでも、トッキーさんは行くという、なんかちょっとこう男らしい一面をね、また見させてもらってるような感じなんですけど、なんでも、宿泊施設っていうのはないような感じ。なんかテントを張って一泊するとかの書いてたよね。なんかひどくない？そこら辺どうなん？だって結構義援金っていうか、ね、集まってたよね。なんで？そのお金で何がどう使われてるの？ってやっぱクエスチョンマーク出るよね。なんかちょっとそこが腑に落ちないですよね。誰かまたは政治家なのか知らないですけど、役者の人なのか知らないですけど、なんかね、夜のスナック行って姉ちゃんね、はめらかしてるような感じだったら、もうぶち殺さない感じね、ほんとそんな感じで思います。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキコキさんのブラキ、はい、バリボキさんの場合続きですということで、もう相も変わらず雨ですよ。今日も雨、はい、一日雨、明日まで雨って言ったかな。はい、ちょっと続くみたいですね。はい、どういかがお過ごしでしょうか。昨日セフィロスさんの奥様ですかね。はい、ヨメロスさんですかね。はい、ライブされてました。私初めてなのかな、ちらっとこう見させていただきました。まあ、ゆうさくさん、わのくにさんとかもちらちらっとこう、見に来られたりとかしてたんですけど、はい。クロさんっていう方と二人でやってたのかな。なんか、いろいろコラボしてやってたんですけど、なんか、結構な距離を走る4時間ぐらいって言ったんですかね。4時間
なんかちょっと走ってる間になんかずっと、ライブをされてやったみたいでしたけど、とか危ないよ、ほんと運転しながらも、ほんと危ない。結構運転しながらライブする方が多いので、まあ、その、運転手は別で、その助手席に乗って、してるとかやったら分かるんですけどね、もう運転しながらされてる方はもう 100% アウトですからね、はい、それはもう本当、やめましょうね。結局こう運転しながらパッとこうコメント見たりとかして目の前にバンと車があったらもう危ないっていう感じになりますからね、はい、まあ、昨日そういったララライブとかねありましたですけど、はい、さて、昨日も引き続き、窃盗の話されておりましたですね。もうグリさんもちょっとこう、キレ気味で、なんか書いてありましたですね。多いなぁ、ほんと。で、このなんか、花房さんも挙げてあったんですけど、人んちの、人の家の、その、結局の軒先、なんていうの？そういう、まあ、庭なんですかね。なんかそこのアガベを抜き取って、しかも結構な大株。まあ、引き抜いて。もうあれ完璧に盗むつもりで行ってますよね。目出し、目しかこう出てない、こう、服装をして。で、なんか手袋もそういう、なんていうと、作業用の手袋をして行ってましたもんね。綺麗に動画というか、画像映ってましたよね。一部始終が。これどうなんと、この人捕まったんかな。で、捕まっても、もう、返せば OK って話？そういうことじゃないよね。そのスレッズの話もさっきしましたけど、アウボーズさんもね、返しゃいいっちゅうもんじゃないよねっていうのを書いてましたよ。もうほんとその通りで、手塩をかけて育てたものがそんな感じでね、存在な、扱われたりだとか、まあ、ほんと売りたいの？それとも欲しいの？何なの？って話で。まあ、そう、そんなことしてもね、結局自分に何かしら跳ね返ってくると思うよ。それは誰かかわからんけどね、誰からやられるとかわからないですけど、絶対なんかひどい目に遭うと思うんですけどですね。でも結構拡散されてますからですね、何かしらちょっとこう解決していただければね、いいなとかって思うんですけど、やっぱ販売者の方がやっぱすごく憤りを感じるでしょうね。やっぱ一般の趣味でされてる方とは違いますからね。生活もかかってるじゃないですか。で、しかも25まで太いよ。いやー、なかなかそんなね、そんなをポン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 こう、なんていうと、その植物ですからね。仮にその25万円のものを買ってきたとしても、また最初から仕立て直さないかんとか、またそんな感じでせないかんとか、あると思うんですよね。もう本当どうなってんだよ、本当もうって感じで。ただね、不景気だとか、なんかこう、そういったことになったらやっぱ犯罪がやっぱ増えるって言いますよね。で、結構景気いいんちゃうんとか言ってね、言われる人もいると思うんですけど、まあ、それは一部だけ。まあ、特に韓国ほどはないかもしれないですけど、まあ、ちょっと近いのかな、格差社会っていうのがやっぱずっと言われてますからですね、やっぱそういうのありますよ。ね、なんか旗から見たらなんかね、フェラーリみたいなのブン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 こう走ってる人もいますし、ね、かたやね、でもそうじゃなかったらもう生活保護を受けてももう飯も食えないとかね、言われる方もいらっしゃるっていうのが現実です。さあ、この問題どうなのよって言ってね、と思いますけどね。ただやっぱもう自分でこう稼げる力、何かしら稼げる力、その犯罪に手を染めなくてね、なんかこう、ここ仕事がなくなっても、なんかこうすればお金になるっていうね、その点なんか女性の方っていうのは、偉いと思いますよね。なんかいろいろで自分作ってからこう、ライブで販売したりとかしてとかでね、頑張ってる方いらっしゃいますからね。そういうのはなんかすごくいいですよね。まあ賛否両論ありますですけどですね。生きていくためにいいのかなとかって思ったりもしますけどですね。ただ、まあちょっとね、説がある感じで、皆さんも、ライブしていただければなとか、
かって思いますね。なんかちょっとこう揉めたりとかする話を聞いたりすると、あーとかってやっぱ思いますよね。あーうーんどうなんかなとかって思いますね。はい、さて明日水曜日ですね。とりあえず明日お休みいただけると思います。まあどうせ雨でしょうね。はい、まあまたありさせてもらおうかと思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。せっけんにじー。